皆さんこんにちは、ひとみです。今回はセザンヌニュアンスオンアイシャドウのキャメルブラウンを使ってこちらのアイメイクの作り方をご紹介します。それでは早速いきましょう。1色目は一番濃い色をブラシにとって目のくぼみのクリースまで広げます。クリースは眉下の骨と眼球の間のくぼみのことです。今日は最近気に入って使用しているこのブラシを使って広げていきます。めちゃくちゃ柔らかいブラシなのでその分発色はかなり薄めに出ます。なので少しずつアイシャドウを取りながら好みの濃さになるまで広げていっています。ちなみに今日は眉毛もこの一番濃い色で仕上げています。で、今回使用するコスメやブラシの詳細はいつもの通り概要欄に貼っているのでよかったらご覧ください。今日はピンクブラウン強めの少しオレンジっていう感じにしたいのでこの一番濃いカラーをメインで使用しました。アイシャドウがクリース周辺につきすぎてしまうと綺麗に見えないのでぼかしたいところにだけこのブラシを傾けると綺麗にぼかせます。細かいところは付属のチップを使って色をのせました。一色だとこんな仕上がりです。次に右上のカラーを同じブラシに少量取りこのクリース周辺のところに優しく重ねます。この色はピンクになると思いきやパレットで見るよりも結構オレンジに発色します。なのでもしもっとオレンジ強めが良かったらこのカラーをメインカラーとして使用してみてください。3色目はこのオレンジを取り2色目と同じクリース周辺にほんの少しだけ重ねました。目の下はこのカラーをメインで使用します。なんで一番濃いカラーを使わないのかというと私の目は色素沈着で目の下は上まぶたよりもすでに濃くなってますよね。その濃さを生かして一つ明るいカラーを使いました。なのでここしっかりコンシーラーされている方は一番濃いカラーをメインで使ってもらって OK です。次にオレンジを取って今のせたところの下に重ねます。上まぶたのクリース周辺をオレンジにしたので上と同じくらいのオレンジになるまでのせました。もう少し濃さを出したいところだけ一番濃い色を取って広げています。濃い色はパキッとすぎると逆に目が小さく見えるのである程度ついたら何もついてない方のチップでぼかすとグラデーションが作れます。最後にこちらのキラキラを取り黒目の上下にのせましょう。今まで使った3色は上品なパール感でこの色だけベースの色はあんまりつかなくってラメがキラッとします。なのでお好みで全体に広げてもいいし今回のように部分的にのせても可愛いです。アイライナーはあまり主張しすぎない程度に引いて一番濃い色のアイシャドウでぼかしました。このアイラインの引き方は別の動画で解説しているのでリンクは概要欄からご覧ください。マスカラです。私のような暗めの髪の毛の方は茶色がおすすめです。アイシャドウが柔らかい感じの仕上がりなのでマスカラやアイラインを明るくしすぎるとまとまりがなくボケた感じになります。かといって真っ黒だとアイシャドウとの雰囲気がまた違う感じがするので茶色が無難にいいんじゃないかなと思います。このインラインの引き方も別で詳しく動画出しているので下のリンクをご覧ください。はい、ということでこちらで完成です。今回はセザンヌニュアンスオンアイシャドウのキャメルブラウンで大人っぽいピンクオレンジブラウンメイクをしてみました。グラデーションも作りやすいしオレンジとかピンク系苦手な私でも毎日このメイクしたいって思ったのでこのパレット購入を考えていた方またすでに同じパレットをお持ちの方いましたらぜひやってみてください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。